という形で今井上はレースを進めていて、その後ろに大迫、そして大迫は後ろからコニカミノルタの菊池の追い上げを受けている。三強の一角設楽はさらにその後ろの集団で今レースを進めているといった状況です。ペース的には菊池あたりまでこれ日本記録更新狙えるような状況に、ね、その後ろもね結構来てますからね、はい。さあ先頭海外招待選手に絞られた中で今まもなく30キロのポイントを迎えます。今30キロ通過、1時間27分43秒です。フィニッシュ予想が2時間3分22秒、ハーフを過ぎてから仕掛けたこのエチオピア勢3人が大会記録を大きく上回る30秒以上上回ります。29キロから30キロまで2分55秒という速いタイムでした。ペースメーカーがいなくなりました。ここから本当の戦いが始まっていきます。先頭集団はフィニッシュ予想は2時間3分20秒台という驚異的な記録がどうやら先頭からは生まれていきそうです。さあそして井上を含むこれが4位集団ということになりますが、この井上を含む5位集団ということになりますが、その5位集団も今30キロのポイントを通過で手元の時計で1時間28分30秒くらい、大迫が日本記録を出した時のタイムが1時間29分46秒だったんです。瀬古さん、それよりもはるかに速いタイムで今、5分しています。前後で行くんじゃないですかね。そうですね、2時間4分25秒ですからね。28分30秒で通過しましたので、このまま行きますと2時間4分台もまだ狙えるんじゃないですか。4分台はまず行けますね、はい、もうこの集団がいますから、はい、よかったですね。このまま行けば日本記録を大きく更新するようなペースで井上は30キロを通過しました。顔が今いけるなっていう顔しましたね、そうですね、また走りも軽くなってきてる感じです、なんとなくこの大迫さんなんかがこう一緒に行ったっていう、そういう気配みたいなのを感じてるんでしょうかね。そういう安心感も あるよね、なくなったってね、なんか余裕を感じますね、なんと30キロ通過した時点でもフィニッシュ予想は2時間4分台。しかもある程度人数がいますので、状況としては瀬古さん、恵まれた展開に、いやー、やっぱ運がいいですよね、これ一人と功労集団でいくとは全然違いますからね、なってますもんね、とてもとても去年の9月15日の MGC の時の井上さんとは想像、こんなに短期間でこんなに人って変われるんですね、すごいですね、歴史がありますよ今日、この6人で歴史が変わる日ですよ今日。森さん、はい、どうぞ、そういう状況ではあるんですが、今ですね、その集団の後ろの大迫選手、そして菊池選手がちょっと詰まってきてるんですよ。はい、先ほど実はこの集団1キロ3分5秒ぐらいまで一旦落ちたんですね、はい、その間に後ろから大迫選手、そして菊池選手が少しずつ今追いつき始めています。あ、確かにまだ大迫はまだその前を行く井上を含む5位グループの姿ははっきりと見えます。大迫選手まで10秒です。10秒ですから50メートル弱というところになると思いますが、大迫さんもまた元気になってき、走りが元気ですね、でもこちらの前の集団もエルハサン・エルアバシ選手が前に出て少しペースを上げましたね。ちょうど井上選手とアジア大会で1秒差で争った、なのでエルアバシ選手がその後4分台を出して、4分台を出したから自分も絶対4分は出るんだっていう、そんな思いを井上選手持って走っているんですね。非常にライバル心というのはこの選手にも持っていると思います。今1番で走っている緑、半分緑のユニフォームラスト 100m だね、ラスト 100m でいい環境ですね、今画面の一番右側ですね、2018年のアジア大会の決アジア大会で最後の直線で井上とまさにマッチアップレースをしたその選手がこのバーレーンのエル・アバシ、アジア記録ホルダーでもあります。持ちタイムは井上よりも上のものを持っていますが、井上はこのアルアバシに勝ったことがあります、この集団ちょっと休んでますね今ね、そうですか、後ろの大迫選手がちょっと追い抜いてきましたから ね、その後ろの菊池選手までも含めて、あるいはこの井上を含む5位グループをターゲットにしていくか、その後ろのまだまだ大きな集団もこれも日本記録を更新していくのか、集団までは日本記録を出る可能性高いですね。一体何人の選手が、交代も連発するんだろうといったここまでの展開になっています。でも大迫さんっていうのはなんか瞬時に自分 この体調なんかと感じながらこうレースを自分の中でこう作って、やっぱり自信があるんですね。42キロ本当に自分のこう相談しながら走るのが得意なんですよ、それがね、あれだけちょっと距離ができると
ね、またこういうのって難しいと思うんだけど、うん、目に見えて追いついてきましたね。30キロを過ぎた時点でも先頭の井上は2時間4分ペース。しかしその井上をまだ大迫はしっかりと追い上げて、以下菊池を含む日本人もまだまだ可能性があるという30キロ過ぎです。